昨日私がね、昨日おとといと多分このタバコチルミストっていうのをねちょっと口に加えて、まだ詳しいことはわからないんですけどってお話ししてたんですけど、こういう製造してる電子タバコを製造してるね、もういろんな多彩なフレーバーを使ってる社長さんに怒られちゃいました。社長に見つかっちゃいました。そしてね、私はここで訂正をさせてもらいたいと思って、今日ね、社長からね、こういう C 社の説明文とあと注意事項とそういうのをちゃんとね説明した上で YouTube でお話しした方がいいよってことでね、長文のメールをいただいたんです。今から読ませていただきます。まずね、最大吸引回数は800回、独自のバッテリーと加熱方式により最大吸引800回を実現しております。個人差があるのでね、保証するものではございません。充電や付属品はなし。でね、スーッと光る本体はね、点灯し自然に消灯します。間隔を空けずに5回連続吸引すると常時点灯します。常時点灯状態から5回連続吸引すると消灯します。あと多彩なフレーバー、ニコチンタールは一切含まれておりません。フレーバーは12種類、ミント、マンゴー、ライチ、ミント、ブドウ、ライチ、マンゴーだ、ごめん、イチゴ、栗、コーラ、カフェオレ、ジャスミン、シャインマスカット、グリーンアップル、抹茶、ダブルメロンでね、賞味期限や消費期限のある商品だそうです。で、こっからが一番問題なんですけど、未成年者が電子タバコを使用することについて、このように若者の間でも人気となっている電子タバコですが、未成年が使用することは問題ではないのでしょうか。未成年が喫煙できないことの理由にタールによる健康被害が挙げられます。しかし電子タバコからはタールが発生せず、健康被害も抑えられます。またニコチンの依存症も問題視されますが、リキッドによってニコチンが含まれていないものがあるため、一見未成年でも電子タバコを使うことができるように思われます。しかし電子タバコは普及してきたのはここ最近のことであり、まだ詳しい研究内容などは進んでいないため、電子タバコは健康被害が少ないという話がある反面、世界保健機構では健康被害が少ないとは言い切れないという意見も出ている状態です。そのため、たとえね、電子タバコであっても未成年への販売使用を禁止する動きがアメリカをはじめ多くの国で見られています。また国によっては電子タバコの広告宣伝を禁止するといったような、未成年者の前に目に触れないような規制まで引かれていたり、電子タバコの製造販売自体を規制している国も存在しているそうなんです。でね、今後ね、電子タバコが喫煙に効果を発揮することや健康被害が少ないことなどが解明されれば、通常のタバコが電子タバコに置き換わっていき、電子タバコによって喫煙をするといったことも考えられますが、たとえそのような未来を迎えたとしても、未成年が使用できるかは定かではありません。で、未成年者への販売は行っていません。またこういったイギリスやアメリカをはじめ世界各国で未成年に対する電子タバコの規制を考慮して、当社でも日本の規制に従い、20歳未満への電子タバコの本体及び電子リキッドの販売を行っておりません。まあこれはね、リキッドは入ってないんですけれども、まあこんな感じでね、社長さんから電子タバコをね、こう簡単に説明しちゃうとね、YouTube で大変な目に遭うよってお叱り受けたんです。社長ありがとう。そしてね、みんなにね、正しく伝えることができたんじゃないかなと思っております。そう、私はね、本当に自分がずっとタバコを吸ってて、まあ電子タバコを何回かね、吸おうかなと思ったことあったんですけど、ちょっとなんか、これとこれの組み合わせがわかんないとか、こっちとこっち買ったら違うものだったとかっていうので、正直ね、まともに吸えたことがなかったんです。でね、アマゾンで、なんか700回吸ったらとかいうの一回買ったことあったのかな。あと、その、大きなスーパーみたいなところでね、なんたんたんっていうところで、この間も1500円ぐらいで安いのが売ってたんで買ったんですけど、これもね、たまたま、先日ね、人が持ってて、これ何って言ったら、もうニコチンもタールもなくって、いいよって。で、この箱の色がね、カラフルなんで、すごいカラフルなんで、
箱の色だけなのかなと思ってたんですけど、よーく見たら全部味が違うんです。私はたまたまね、多分これいちごかライチなんですよね、吸ったのがね、ライチだ、だから甘い香りがするって言ったんだと思うんですけど、多分そのライチの香りだけで私は昨日発信しちゃったんで、これは甘いだけじゃありません。いろんな味があります。さっきね、紹介させてもらったんですけど、あとそして、未成年の子たちがね、こういう電子タバコを吸って、どん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 悪いことをやってしまってね、捕まってるっていうケースもあるみたいなので、その電子タバコを扱ってる会社っていうのはすごくね、なんか今デリケートに扱ってもらわないと困る商品だそうなんです。なので、私たちがね、YouTuber だからってね、こう、ぷかぷか吸いながらね、こう、安易にね、いいよこれみたいな感じで消化したらね、絶対いけないよって言われて、そうですねと思ったんで、今日昨日一昨日とね、まあなんとなくしか紹介できなかった私もいたんですけど、ただこれいいよぐらいの話しかできなかったんでね、それじゃダメだよってお叱り受けてね、社長から。で今日こういった動画を出そうと思いました。まあね、私たまたまね、本当にお知り合いの方だったからよかったんですね、社長じゃなかったらとんでもない身に合うとこでした。本当に感謝です、ね、それをね、社長に伝えてくれた方もありがとう。じゃなかったらね、私ね、もしかしたら叩かれてたかもしれないしね。やっぱその未成年者がそのこういうものをね、簡単に手に入れてしまってね、そっからステップアップステップアップしてったらね、私のようなね、落ちるとこまで落ちる人生になっていくんです。これはもうね、散々紙タバコやいろんなタバコを吸い尽くした、電子タバコを吸い尽くした方たちに、もう最終目的でね、ああ、これいいじゃんって。タールもないし、ニコチンも入ってないし。で、それでね、必ずね、これはね、やっぱし、マナー、モラルの問題で、喫煙所で吸ってくださいと。歩きながら吸うもんじゃないよって。喫煙所だったり、そういう場所があるじゃないですか。駅のところでも。タバコ吸えるスペースとかってあると思うんですけど、そういうところでのみ使用してくださいと。やっぱね、そこの会社の商品をね、こうプカ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 道歩きながら吸ってる人がいて、それをポーンと放り投げれば、やっぱそこの会社のイメージも悪くなると思うんですよ。で、それっていうのはやっぱしそれを多くの方が使ってる方たちがどう使うかによって、そこの会社がちょっと悪く思われてしまうっていうのもやっぱそれも問題だし、それはちゃんとね、喫煙者っていうか、まあ喫煙者になるのかな、これでものマナーもモラルも大切なんで、そこは守っていただきたいと。それはもっともだなって。私なんか普段はね、こう普通の紙タバコを吸ってる時も、まあ、携帯灰皿みたいの持ち歩くんですね、その喫煙してもいいですよっていうスペースで。でも中にね、こうピュッて捨てちゃう時もあるじゃないですか、捨ててる人とか。そういう時はもう後でちゃんとピッピッピッってこの自分の灰皿の中に詰め込んで持って帰ってきたりとか、そういう風にみんながしないとダメだと思うので、それが今度紙タバコからどん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 こっちのタバコになっていったら、こういう殻がね、道端に転がってるなんてなったら、今度これも良くないんじゃないかって。で、健康にはいいけど、もうマナーが悪かったり道が汚れたりって、やめてくださいって、こうそういうことになってくるので、モラルっていうものをちゃんと持って吸ってくださいって、大人の方にもそういうメッセージがありました。その通りだなと思ったんで、ちょっとね、私うまく説明できてないと思うんですけど、言いたいことが伝わったかな。私もね、紙タバコから年内にもう電子タバコに切り替えようと思ってた時に出会ったタバコだったんです。なのでね、タバコじゃないですねなのでね、ちゃんと説明をしてからね、皆さんにも紹介できて今良かったなと思ってます。昨日の段階ではね、ちょっと間違った方向に行っちゃってたら、えらいこっちゃになってたんで、社長大丈夫でしょうか、こんなんで。もしダメだったらね、後でライブ配信に来ていただいた時にね、ここは違うよ、もう一回って言ってくれれば、もう一回でも撮るんで、未来のために。でね、今日私ね、なんかすごく登録者の方が YouTube で増えて、8500人記念で9時からライブ配信やります。ちょっとね、その前にね、私がね、昨日、おととい、こう、電子タバコをプカプカプカって吸ったことによってね、二十歳の方、未成年の方が吸ってもいいのか悪いのかっていうところがあやふやだったんでね、そのことについて訂正とお詫びと、あとは正しい吸い方のご説明というか、もう社長から怒られたんでね、私ね、ダメでしょこらみたいな。なので、ごめんなさい。